ねえねえリコ、今日のおやつは何？今日のおやつは作るのがとっても簡単なこの魔法使いプリキュアフリフリシェイク。すごいね、袋に私たちの顔が書いてある。シェイクの味がいちご味なんだって。とっても美味しそう。それじゃあ早速作っていこう。まずはこの袋を開けていくよ。よいしょ。中にはストローと、あーかわいい、コップが入ってある。キュアミラクルとキュアマジカルが書いてあるね。この蓋の中を開けたらシェイクの素が入ってたよ。このカップと蓋は使う前に一回お水で洗ってね。あとはお家で用意するものがこの牛乳と氷ね。最初にこのハートのところ、ピンク色のところね、この線の上まで牛乳を入れていきます。この線まで入ったら次はこのシェイクの素と氷を入れていきます。じゃあ牛乳の中にサラ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 、あ、これこぼれないかな。あー怖い、これもこぼれる。シェイクの素を全部入れたら氷を1個入れるんだけど、これは入れたらこぼれないかな。と下に板を引いておこう。よし、では氷を投入。怖い、あーあーこれ絶対こぼれる。で蓋をして、よいしょ、もう絶対これ触れない。蓋をしたら上下を押さえてこぼれてきてる。触れないよこれ。もうこれぐらいでいいかな。一旦振ってよ。よし、中開けてみよう。シェイクっていうから中はドロドロなのかな。よいしょ。あ、うん、カップの底の方にシェイクの粉が固まってたから、このスプーンでちょっとかき混ぜてみよう。さっきよりかはちょっとドロドロしてきたかも。シェイクの粉が全部溶けたから、これでシェイク完成。あとは蓋をして、このストローの先が尖ってる方ね、こっちをここに差し込むよ。ここに切れ目があるから、大人の人にやってもらってみてね。で、ストローを刺したらシェイク完成。やっとシェイク完成したね。早く甘いもの飲みたかったんだ。それじゃあ早速いただきます。うん、甘くてとっても美味しい。いちごの味もしてとっても美味しいね。最後にみんなにクイズです。このシェイクを作るのにお家で用意するものは牛乳と、あともう一つ何だったっけ。分かったらコメント欄に書いて教えてね。じゃあね、バイバーイ。